歌舞伎の人間国宝だった中村富十郎さん、2011年没、去年81の長女、渡辺愛子、21が本格的に日本舞踊の道に進む。吉沢竜家元として初代、吉沢一郎はを襲名し、新たなスタートを切る。そのお披露目となる、一郎はの会が今日21日、東京、仙ヶ谷の国立能楽堂で行われる。 愛子が生まれたのは富十郎さんが74歳の時。父が亡くなったのは7歳の時でした。でもいっぱい思い出があります。家でかくれんぼをしたり、ディズニーランドに行ったり。幼くても一人のレディーとして接する一面があった。誕生日になるとあなたは7歳になりましたね。素敵な女性に育ってくれて嬉しいなどという手紙やバラの花束が送られた。 たとえ時間は短くても、計り知れない愛情を受けて、21歳になった。日本舞踊の東流宗家、初代東特報母に持ち、踊りの名手でもあった富十郎さんは、ある遺言を託していた。それは娘の将来のことだった。息子、中村隆之介には歌舞伎があるが、もし愛子が舞踊家の道に進むなら、その時は吉沢流を立ち上げ、初代、 吉沢一郎はとして活動していけばいい。このことを宗家藤間流の前宗家、藤間感素に頼んでいたという。一郎はと書いて、いろはと読む。現在、学習院大文学部日本語日本文学科の3年生。学業と両立させながら、舞踊の道を本格化させること決めた。初舞台は6歳だが、2歳くらいから日部の稽古を積んできた。 踊りを嫌いになったことがなく、ほとんど日常の一部のようでもあります。踊りにはその人の人間性がとてもよく出ます。父の踊りを今振り返ると、スカッとする気持ちのいい踊りをしていたと思います。舞踊に、表現の無限の可能性を感じるようになっていた。襲名舞踊会、一郎和の会、では最初に種三馬、種巻三馬層、種巻三馬層、愛子が千歳、 藤間勘十郎が特別出演し、三馬奏を。もう一つが、金供養吉沢 S 姿、金供養あやめの S 姿、一郎は道成寺。初代中村富十郎は元六期の名優、初代吉沢あやめの三男で、強化の子娘道成寺を生み出したとされる。そんな背景から作られた新作舞踊を披露する。当日まで詳細は申し上げられないのですが、 皆さんの想像とはかなり違うものになるでしょう、と説明する。伝統芸能の世界で生きていくのは本当に大変なことだと覚悟しています。古典の一方で自分にしかできないものを求めつつ、新しい舞踊にも挑戦できれば、富十郎さんによく似た柔らかな顔立ち。しかし、舞踊にかける思いは揺るぎなく、強固なものだった。うちの子ももみ、ゼロ。 兄は若手注目の歌舞伎俳優、中村隆之介。愛子は一緒に踊ると、僕の肩がズタボロになるほどしっかりしてますと苦笑しながら話す。日舞の道に進むことには、一人の舞踊家として流派を起こし、ゼロから作っていくことは苦労もあると思う。でも本人が。